ません、すいません。ちょっと今 YouTube やってて、街の人に声かけて、その人人生聞いていくっていうのやってるんですけど、面白かったらちょっと、人生とか聞かせてもらうことできますか？あ、大丈夫です、それで。あざす。うん。え、今は、おいくつなんですか、まず。おじになったもん。50ですか。おじい。おじい、うん。60ぐらいですか。待っとけ。もう。え、今は。いろいろあってね。おぉ。野宿をやってるわ。え、野宿をやってるわ、炊き出し回ってな。あ、炊き出しもな、回ってるんだしな。でも焼きそばはどうしたんですか。いや、これ、昨日あの、もらったから、500円。え、500円で、もらったから。え、もらったんすか。うん、500円。500円、通行人の人にもらったんすか。そんなんだから、これ。だからそれ買ったみたいな。まあ、なるほどね。毎日、じゃあ、野宿じゃ、寒くないですか。うん、ね、まあ、これな、うん、これな、うん、え、ここ、ずっとここで暮らしてるんですか。いやいや、もう、点々と点々としてる、うん、もう、実は、死んでもええわ、もうずいぶん生きたからな、もう今まで。うん。え、お父さんは、うん、ホームレスになってどんぐらいなんですか。もう長い。どんぐらいなんですか。何十年も。うんうん。関西におったからな。え、関西。関西でもやってた。うん。西成とか。うん。ああ。日雇いもちょっとありな。昔は5000円、5000円、6000円やった。1日6000円。うんうん、安くないですか。うん、ほんで朝飯は食わずな、昼飯も。朝も昼も食わんの。うんうん、いやいや、食わず。え、ついてるわけ、朝と昼は。あ、ついてんだ。うん、なるほどね。帰りは電車でな。なるほどね。うん、仕事がもう終わったらこれもらって、ほんでほんで、 それは自分持ちで、電車中は自分持ち。あ、なるほどね。もうほんで帰りに現場から駅まで車で、うん、送ってもらって運んでくれ。うんうん、随分稼いだ。昔は稼いだ、随分あったから。仕事があったから。うん、昔ね。その時もうホームレスしてたんですか。うん。まあ、その時はお金、ほら、入ってたから。え、現金で、ほら、現金、毎日。うん、昔だな。お父さん、一回焼きそば食べるのやめません。すいません。昔はな、よかったからな、日雇いで。え、お父さんはそのホームレスやる前は何してたんですか。まあ、建設よ、建設。なんでホームレスになっちゃったんですか。まあ、もう仕事がな、ないから、ほら、もう何十年もな。何十年も。うん、昔はよかったんだよ、万博とか、ほら。ああね、橋がほら、かかって、ほら、各園の時、ほら、田中各園の時。ああ、はい、うん、ほんで、そうね、よかった、これよかったな。ああ、毎日、元気に行きよった。ああ、うん、いや、ほんで、宿へ、泊まれた、その時は、宿。おう、よかったよ、昔は。最近は、え、お父さんはずっとその建設業。そうそうそう、もう高校卒業。いや、中学や。中卒で建設入って、まあ掃除もやれたけどな。え、掃除な、アルバイトでな、昔はしよったけど、掃除と
あの、どかた。ああ、私は撮ったかな。まあ、今はもう、まあかん。全然もう、さっぱりある。で、こうやってもう、座っちゃったら、通行人が、ほんちゃうんで、こうやって、くれるわけ。お金を。ほんで、ここへ穴を置いて、で、こうやって、こうやって。え、お父さん。いつもはくれんでいけんど。いつもお父さんの夢ありますか？ないな、もう。旅行も、あの、終わったしな。旅行な、あの、もうてな、関東な。旅行も、もうてな。うん。いや、大丈夫だ。旅行と、お寿司。ああ、いくらとか、いくらとか、ウニとか、ほら、海のほら、あの、魚。はい、うん。旅行も、あの、随分、あの、モーター、関東、電気、四方、あの、八方な、200カ所ぐらいモーター。旅行？うん。あ、旅行好きだったんですか？うん、次。旅行と、まあ、お寿司やな。寿司が好きなの、うん、旅行とお寿司。200カ所ぐらいモーター。うん、あそこ好きや。あそこ好きや。そんな、あ、だから、建設業でちゃんと仕事あるときってこと？うん、そう、そういうことやな。昔、はな。一人で旅行じゃないでしょ。なんか、結婚とかしなかったんですか？全然もう。してない。うん、ずっと独身？嫁さんもおらん、子供もおらん。うん。おったらこんなことです。いや、おったらこんなこと。え、彼女はできたことあるの？ない、一切。一回もないの？ない、一回もない。童貞ってこと？うん。童貞？うん、一人もんだよな。マジか。いや、女はね、あの言ったことはあのあるよ。あ、できたことある。遊びで、女は遊びで。彼女はない。ない。だセフレみたいなこと。うん、まあ、あの遊びでほら一夜だけみたいな。うん、まあ、あのほら、あのホテルとかほら泊まってこれって。あ、風俗ってこと。いや、あ、まあ風俗じゃなくて、あ、違う、こういうほら、あのマッサージよ。マッサージ。ああ、そう、あの、なるほどね。昔はこういうな、あの稼ぎよったからな。うんとな。え、稼ぎよったからな、昔は。あ、昔はね、日雇いて、朝の、10時でもかって、仕事を置いて、ほんで、あの、運転とかくれて、コーヒーくれて、すごかった、昔は。なるほどね。10時でもあったき、行こうよ、こうやって、くれとられて、行こうで。そうで。へへへへ。ありゃよかった、昔は。うん。安かったけどな、これはまあ。ほんで、まあ、なんでも、舗装もやった。なんでもまあ。手元で自分は手伝いで、はい、手伝い、塗装とかほら、飛びとかほら、まあ、何でも嫌だもん、いろいろほら、下水道か、まあ、いろいろ、土木とかほら、土木もやったし、建築もやったし、手伝いや、まあ、言うたら、なるほどね、何十年もやったそれ、何十年も。旅行とまあお寿司がいいんだけど。寿司は100円の寿司とかじゃなくて高い店行く。じゃあ昔あのほら、あのお寿司はこの、あのおにぎりほら、おにぎりや、あのあれやか、お寿司屋にこれやってほら、それよく言った昔はな。よかったから、これほら、今はあかんでも、今はもうさっぱり陰血で。お父さんはなんで西成からこっち来たの？いや、飯がね、あのうまいんだよ、飯が。東京の方が？西成はほら、雑炊油でね、はい、お米の下の下や、ぶちのぶち焼き、はいはい、水を混ぜる、マスやろ、漢字のマス、漢字、
水、それを増水という。米と違う、それはぶちのぶちだけど。水を入れて、それを1時間、2時間炊いて。そればっかり。もう波乱が、もう波乱。そうなんだ。うん。遠くやったらね、これはうまいわ。あっちこっちあるから。俺これもうまい。お米やしね。で、飲み物をくれるし。炊き出し？炊き出しがうまいわ。お米焼き、関東は。あっちこっちあるけど、まあ、場所も言えんけど、あっちこっち歩き、ほら、あっちこっち。明日も歩き、明日も。もう、ほんで、まあまあまあ、池袋もあるし、渋谷もあるし、都庁もあるし、これはうまいわ、これが。へぇ、うん、飲み物もくれるしな。あ、そうなんだ。うん。うん、大阪はあんまりな。雑炊でほら、大阪は。やっぱり腹が減らん、べっちゃうんや。東京やったらこれだね。ほらよは。うん。ほんでな、まあ、バカじゃ。お寿司が好きなんですか？うん。お寿司がな。あの、ほら。まあ、マグロとかほら、ウニとかほら。いくら、はい。あの、乗っとるやろ、あの、ほら。あの、握りへ。あの魚が乗ってるやんか、お寿司屋焼き、ほら、ほんでそそりよく、何万枚、うん、じゃあ、また寿司が食べたい、食べれんだったら、うん、寿司食べたいっすね。うん、食べたいね、そら、うん、まあ、結局はこれやけどな、うん、500円くれたんよ、ちゃんと取る人が、ほ、ね、うん、で、まあ、1000円だったら、ほら、あの500円、中には、あの、100円でまのんがのある。たまに1個ぐらい。100円じゃちょうないよ、これや。100円じゃ。まあ、こっちから言えんけど、そんなことら。くれるんだけど。もうコーヒーいっぱい飲んでしょ。まあ、最低500円か1000円かね。まあ、そういう人が多い。まあ、毎月、まあ、まあ、何ヶ月に、まあ、これ、まあ、2回か3回当たるか当たらんかや、こら。うん。で、いつも、あっちこっちで寝とるんだけど、毎日通る人はくれん。旅行に来た人がくれるわけ。そうね、うん、毎日通る人は絶対くれんで。だ毎日通る人は絶対にくれない。旅行に来た人は、まあほら、うん、それはそうだったら、ホームレス、工事機、潤うじゃん。みなりも汚いほら。で、一般人と違う機、除外じゃん、社会から。ほんで、白目で見たり、ほんで、ね、若いもんにやったり、ほんで、なんでな。ほんで、もうそんなおくれんけど。まあ、だいたいね、女の方が多い。女の方。中年から上ね。ほんで、男の方。外国人、男の方。こういう方が今まで多い。うん。ほんで、そういう方がもう、9割やね。うん、若いもんが、途中にしたら、一切くれんけど。うん。中年から上の人が多いんだよ。なんで、若いお姉ちゃんも、まあ、くれた人もおる。ほら、心のいる人、そういう方、心。うん。とんかつも食えたことある。うん。2000円、3000円、もう若いお姉ちゃん、心の人、きれいな人でね、美貌で、頭もある、国にも心も、あ、ここからここまで、神様で、もう日本のてっぺんという人、そういう方がもう、全然来るよね。とんかつも食えて。まあ、女の人は、まあ、少ない、若い方は。うん、まあ、ほとんど中年から上、外国人の男で女のくれる。うん、ほんで、毎日通るじゃ絶対くれんき。うん。蹴ったりね、あんなこといらん。蹴られる？うん、いや、そう、あるんだよ。ほんで、2、3日前、俺、向こうにかけて、ほら、寝とるように見えろ。そら、目開けて見とるんじゃ、こっち。ほんで、蹴るいうところ、ちょうど俺、起きてな、入って逃げたよ、2、3日前に。蹴られるんだ。ほんで、寝ない。座っとくか、寝て目を開けとくかだよ。うん。そうやっつかんとら、もし怪我したらいかんて。うん。そらそうだよ。一般人と違うき、もう人間終わっとるんじゃけそんなことないっす。いや、いや、そんなことあるんだよ。まあ、まあ、人がええき、まあ、思うてくれることはええけど。おう。ほんでね、もうホームというか、もう、昔からそう、つきものだよ。そりゃそうよ、ダンボールで、こじき、もう乱れ、風呂にも入らんな。もうそりゃそうだろ。お金もない。もうこじき、そういう人ばっかりじゃん。東京全域でね、3500人ぐらいおる。ホームですか。ほ
その中の女の人が200人ぐらいの他は男3500人東京全員で行って四方八方23区か、うん、それでまあそのくらいおる。でまあなんとか飯も食えるしね。あれお兄ちゃん見たり今日見たりこうやって聞いてくれて、向こうでも新宿の向こうでもこれ言うちゃったインタビュー、インタビュー、あの池袋夜の9時半にあれおにぎりだと、そこにもお兄ちゃん来て、あのコーヒーこのくらいのコーヒー168、安いもんだよ168、それ俺お兄ちゃんのとこ帰ってこうてくれた、ふっとこうてくれて決まえないんだよ、そらお金がないんじゃいき、喉が渇いてな、グロッ安いもんで、ほんで、ほんで、まあ、こうやって、ほんでね、ほんでね、なかなかね、毎日通りだ、クレンキ、旅行に来た人、中年から上の人ね、そういう人は神様だ、日本のてっぺんだ、またお金も持っちゅうやろ、持ってないと、ほら、クレンキ、うん、持ってないとクレンキ、ほんで、ね、こっちはお金もないし、ほら、こっちみんなで外へも入らんしな、まあ、わらさん、健康だしな、ほんで、まあ、あれや。でもまあこれな、あれやけどな。